はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。沢田慎吾です。さあ本日なんですが、診断でね、魔界劇団が、強化されましたので、使っていこうというふうに思っておりまして、ネオニュー沢田デッキ相当強化が入りました。まずですね、スーパープロデューサーっていうモンスターがこれめちゃくちゃ強くてね、赤魔族モンスターを含むモンスター2体で作れるリンクリなんですけども、結構魔界劇団プラスなんか、うららとか増獣とかそういう手がいい発想でも作れるんで、あとビーステッドとかでも作れるんで、かなり緩いです。召喚条件は。はい。で、自分相手のメインフェーズに自分のフィールドの表側のカードを、破壊して、で、その後、ファンタスティックシアターを置くか、フィールドにね、フィールドゾーンに置くか、P ゾーンに P モンスターを置くか、魔界劇団の。っていう効果を選んで発動することができますという効果。これがね、やっぱり、ね、スケールを揃えるのにも使えるし、あとファンタスティックシアターを置いて、モンスターの効果を書き換えるっていうこともできるんですよね。で、かなり安定感と展開力が上がってまして、もうエク例えばエクストラ、まあ、高校を取った場合なんですけど、エクストラ1枚からモンスターを展開してペンドラム召喚までいけます。はい。で、盤面8000打点くらい作れるんですよ。だから1枚初動がまずね、そもそも存在してるっていうところと、あとね、この今回ゲネプロっていうカードがあって、これ自分のメインフェーズ1回生にしか発動できないんですけど、魔界ギガンカード1枚と魔界台本を手札に加えるっていう、1枚を2枚にしてくれるカードなんですよね。で、このカードの発動後、P 召喚は魔界ギラしかできないよっていう効果があるんだけど、要するに魔界ギラ縛りはつくけど、なんかその安定感があるし、なんかカードにも増やしてくれるっていうことで、これめちゃ強いんですよ。でね、魔界劇団の弱点。強いところはもうさっき言ったように安定感があって展開力があるってことなんですけど、弱点。とにかく先行であんまやることがない。魔界劇団ってめっちゃ縛りきついんですね。例えばなんですけど、このリンク1のハイパーディレクターの効果、これ発動すると魔界劇団モンスターしか召喚特殊召喚できなくなるし、さっきのねゲネプロは P 召喚が魔界劇団しかできなくなるし、あと、メロバドンの効果、これ使うともうなんだろう、魔界劇団の P モンスターしか特殊召喚できない、もうリンク召喚さえも許さないみたいな効果になっちゃうんですよね。だから何が言いたいかっていうと、魔界劇団だけで防火を用意しないといけないんですけど、それが無理だと。先行ではそんなに簡単には、まあ、一応シアター貼って、シアターが P 召喚した魔界劇団がいると、相手が発動した効果がセットカード割るっていう効果に書き換えるっていうことが一応できるんですけど、これね、やっぱね、あんまね、過信は禁物で、今日は強制発動しちゃうから、相手が一発目で発動したモンスターの効果が絶対書き換えられちゃうんですよ。まあもちろんセットされた魔法トラップカードを強いカードにしとけばね、いいので、まあもちろん魔界台本とかはセット、された場合、破壊されるとなんか効果発動できるカードが多いけど、まあね、それだけで勝てるほど甘くないんですよね、この環境。はい。というわけで、まあ今回はどういう、構築にしてるかっていう高校型です。結局ね、魔界劇団って高校を取ってワンキルしていく方が安定感は、っていうか勝率が出ると俺は思ってるんですよ。なんでかっていうと、先行やることがないからです。なので、ありえない量の手札誘発を積んできました、今日は。はい。まあもちろん、高校ぶっぱ系のカードを入れることもできると思うんですけど、やっぱティアラメンツあたりがいるから、なんかあんまぶっぱ系そんな強くないんですよね。なんで、まあ、エフェクトベーラー、とか、ゾウジウララ、あとビーステッド、シグレン無限法要あたりで止めていこうと思ってます。まあこれ一応全ぶっぱプラス、なんか超融合とか入れても面白いかなとは思うんだけどね。一応この環境だったら、うん、どうなんだろうなっていう、まあ、全部一般にするか手外発するかはまあちょっと環境と多そうだみたいな感じです。まあ、僕は一応手外発ガン詰めしてきました。何枚入ってるの ?3、6、9、10、11、12、13、14、15、16枚入ってます。まあ、16枚入ってるんで、まあ、2枚くらいは結構引けるんで、手外発、まあ、そんだけだけなら止まってくれるかなっていう。で、あとはまあ魔界劇団の展開力を生かしてワンキルしていくみたいな感じですね。で、ゲネプロとかエキストラ引けりゃ、まあ一番初動から動いていけるし、まあ別に2枚ぐらいでも、ディレクターの効果使いや、プロデューサーが並ぶので、展開していけるっていう感じですね。はい。まあ早速、ちょっと展開方法を見ていただいて、このネオニューサワタリの、まあ展開力、安定力、見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。魔界劇団さん、もうちょっと先行で、やることをいただければね、よかったんですけどね。ほんとやること全然ないんでね、先行型。もう本当にね、安定感と、まあ、展開力は増えたんですけど、ストカロスに打つのもあるんだけどな。まあ一応ここで打つか。貫通して動いてこようと
するタイプの人間かもしれないし、まあ、ウェクトペラーあるからどうせキトカロスに打つけど、キトカロスにどうせ打つと止まっちゃうから、増字で引けるカード少なくなる可能性高すぎワロタって感じなんで、ちょっと一旦、いやまあキトカロスの、 あの墓地送る効果にチェーンして増字打つと一応2枚以上ドローできることが多いんですけど、まあ言うてウェクトペラーあるんでね、まあ、こう打ちましょう。はい、さあ一旦キトカロスの効果無効にしていく。誘発結構積んでて、まあ、2枚ぐらいは来るかな。高校用のデッキなんで誘発死ぬほど入ってるんですよね。何枚ぐらい入ってるんだろう、なんか15枚ぐらい入ってた気がするけど、死ぬほど入れました誘発を。なんでかっていうと高校でまくっていくためです。はい、でセットいいでしょう。あー、オッケー、止まってくれて、まあ、サリンクがちょっとめんどくさいところはあるけどね。カーテンライザーオッケー。ね、とりあえずファンタスティックシアターは発動しちゃってよくて、でですね、エキストラペンデュラムスキルにセッティング採用率 0.008% 低っ低っ。エキストラ特殊召喚、このカードは相手フィールド上にモンスターを存在する場合特殊召喚が、で、あーあ、まあでもハートビーズだったらまだいいか。ハートビーズこれティアラメンツ送られるとやばいぞ。ウルカロスはやめてくれやばい暴発きた、暖房嫌い、チャンスだ、チャンス、チャンス、暖房嫌いの草。ムドラね全く関係ないからこのデッキ多分大丈夫だな。でライザー効果発動、よし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 、マジで何一つ関係ないからムドラとか墓地全く用意ないから、まあ、ネクロバレーとかとか積んでもいいんですよね。ちなみに一応先行だったらネクロバレーとか発動してしたり、永続トラップカードとか、で妨害してい、いくのが強いと、まあ、スキルドレインとか入ってる人はいるね結構、まあ、とりあえずカーテンライザーペンデュラムスキルにセッティングしましょう。はい、で、ハイパーディレクターの効果、カーテンライザーを前に出すという効果、 OK で前に出す、で前に出してからデッキからペンデュラムスキルを置くという効果。ちなみにバリアンツのねフィールド魔法とかも結構相性がいいと、言われてはいますね。はい、一旦ディレクションしに行くし、ディレクションじゃない、プロデュースしに行くしかないと思うんだよな、盤面的には。でプロデュースで展開伸ばしていくという、で、このチェーン多分ムドラだ、ムドラでしょ、多分ムドラだと思うんですよね。なんで、まあ、とりあえず一回これスーパープロデューサーを出していく、カードに選ばれし男によるスーパープロデュースをしていく、でスケールセッティング、カーテンライザーで、スケール一応7、あ、じゃあ7じゃねえや、9にして、はい、スケールを上げる効果、そして、スーパープロデューサーの効果によりワイルドホープを爆破、さらに P モンスター1体を自分のペンデュラムゾーンに置くことができる。これによってマカギダンメローマドンナをペンデュラムスケールにセッティングし、ワイルドホープの効果破壊された場合魔界劇団モンスター1体を手札に加えることができる。現れろマカギダンビッグスター。そしてメローマドンナの効果発動、千来ポイントを犠牲にデッキから魔界劇団モンスターを手札に加えることができる。ビッグスター、アルティメットビッグスタームーブできるぜ。そして0から9のペンデュラムスケールをセッティングしてあるので1から8のモンスターが同時に召喚可能。レロ魂のペンデュラム天空に分け光のワークペンデュラム召喚、現れろ俺様の美しきモンスターたちよ、うおうおつえつえあれは、効果で破壊しちゃならないので戦闘で破壊するしかないですね。そしてあれ効果で破壊すると厄介なことが起きるので、あ、でも今の状況だとあれか、あのシアター貼ってあるから大丈夫だね一応。
地肌貼ってあるからなんかセットカードを割るみたいな効果に書き換えられるんだけど、まあ、あの一応普通に殴りますか。バトルフェイズ、バタテ上げてから、はい。やっぱ俺ってカードに選ばれてるわ。カードに選ばれてるから相手の5枚墓地壊しが何も落ちないというティアラーメンツのケルネクを使われても何も相手の敵から落とさせない最強能力を持っている。これはカードに完全に選ばれているぞ。ギリギリだったな、バテン。やっぱ俺ってカードに選ばれてる。対戦ありがとうございました。うん、まあ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 、無効剣2枚ありゃなんとかなるんじゃねえか。まあ、環境によってはベースセット全部採用するとかあるけどね。環境によってはちょっと今楽園が増えてきつつあるなとは。あ、やっぱ楽園だ。ティアラメンツ楽園系か。楽園ね、ベースセットそこまで、まあティアラメンツはめっちゃ刺さるんだけど、あのベースセットが楽園そこまで刺さんねえなとは。まあアルビオン除外できたりとかするんだけど、結局なんか楽園融合は打たれちゃうから、うんって思ってるんであれですけど、なんかそのティアラメンツとかが多い環境に多い場合は、もうビーステッドガン積みすればいいと思う。モンスターとして出てこれるし、あとディレクターの効果が、あ、効果ってか召喚条件が別に悪魔族を含むモンスターだったらいいんで、ビーステッド素材にできるんですよね。ディレクターじゃねえ、スパープロデューサーだ、プロデューサー。ちょっと一回もうちょっとお前黙れ無効系2発ぶち込んだ、止まるやろ。よし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 、オッケー、これ止まるやろ、さすがに。こっから動かれたら俺怒るぞ。こっからシェイレイ発動みたいな、くたばれみたいになるけど。止まってください。よし、いやまあまあまあ、まあ、よしでもねえか。セカード一番のキメな。でもあんだけなんか 迷ったからサリークじゃないっていう可能性ある。まあ、とりあえずゲネプロ発動するわ。ゲネプロでカードを2枚ほどサーチさせてもらうぞ。ツーッ。いやもうでもさ、ティアラメンスが言うてきさ、魔王の降臨刺さんないのキモいって。これ降臨で破壊したら余計やばいこと起きる。やばおかしいって、絶対にいかれてるでしょ。絶対いかれてるわ、明らかにいかれてると言っておこう。エキストラ効果発動しましょう。エキストラをリリースして、スケール置く。ちなみに魔界劇団はありえない量の縛りがつくんですよ。魔界劇団しか出せないとか、魔界劇団 P しか出せないとか、なんかそういうね、うんこみたいな縛りめっちゃつくから、まあ、そこだけ注意かなって感じはするね。でこうして、だいたいね、エキストラとか、まあ要はモンスターを盤面に2枚用意できる動きをしていけば、まあだいたい回せます。はい、まあスケールが1枚足りないとか言うときたまにあるけど、だからね、割とね、雑に回しても意外となんとかなるから、ほぼ同じ動きになるから、ディレクターとプロデューサーがいるからね。で、ディレクター効果、メロを前に出すという、こう、あー、うわ、その位置の無限法要バリきちいわ。いやこれスケールね、無効になっちゃうんですよね、無限法要。あ、強え、それ。うわ、それ強えな。無限法要の縦列を無効にするというね、効果がマジで強いから、ちょっとそれがね、ペンダムテーマには刺されすぎるんだよね。まあでも一応召喚剣使ってないでここまで行ってるんで、まあとりあえず一回プロデューサーは出せますよ。で、無効になってるの意味ないから、ちょプロデューサーで割っていった方がいいかな。で、プロデューサーで、ちょっとこれ一回さ、メロー窓の割るわ。で、P 置きパターンかな。P 置きパターン。P 置きパターンで、これだから上付けじゃないじゃないじゃん。上付け。これね、ティンクルリトルスターがね、マジでね、PSK より優秀なんだよ、9っていう。めっちゃ優秀なんだ、これ。で、ワールドホープを叩き割って、魔王の氷はね、自分のカードも叩き割れるんで、叩き割るじゃないですか。で、叩き割って効果発動して、で、もう一回メロンマドンナ持ってきて、すげえ強引にメロンマドンナ効果発動しようとしてるのキモいな。で、スケールの位置を変えましたので、これ効果は有効ですね。で、デビルヒール、OK。で、ペンデラム召喚。効果発動は意味ない。ペンデラム召喚。0から9の
要はレベル1から8のモンスターが同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデラム、天空にかけ光のワーク、ペンデラム召喚、現れろ俺様のモンスターたちよ。ちなみにティアラメンツとか相手にはねマジでね効果破壊しなきゃいけないから、デビルヒールがめっちゃ強い。デビルヒールの、ペンデラム召喚成功値効果、相手のモンスターの打点を、マカギエラの数かける1000ダウンさせる。そしてワールドホープの効果により打点をアップ。これ足りてます？ちょっと足りてそうに見えるんですけど、これ足りてなかったらやばい。そして、このカードが戦闘でモンスターを破壊した場合大砲もセットできる。うわはっはっはっ、えもしか芸術って高っ、てか油ギリギリやったわ。メロマドンだから殴ればよかったわ。危ねえ。皆さんはちゃんと電卓を使って計算しましょう。おーまあ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 、こんだけ誘発あったらいけんじゃない。こんだけ誘発あるからね。バルドレイクシグレーエフェクトベーラー、まあ向こう向こう除外があるからめっちゃ強いけどね。いやそういうタイプのデッキ、うわキモいタイプのデッキね。キモい系デッキね。これ何これ、何系デッキ、メタビみたいなやつ。いやなんか特殊召喚さえ封じられなければ、でもペンデラム召喚なんとかなるけどな。あーめえ何それ、うわなんか仕込みマシンガンとかいうガチでヤバいカード入ってんだけど。マジでヤバいカード入ってんじゃん。まあでもね、これちなみに魔界劇団のヤバいところ言おうとするとあのね、セットカード割れません。表カードは魔王の降臨とかで割れるんですよ。あのね、伏せカードセットされてるカードに触る手段、メインギミックにはほぼありません。もうなんか魂のペンテナム召喚をして伊達を8000作りに行くしか何も引かんねえんだけど、相手何にも引かんない。ちょ何そのカード、何そのカード、やばすぎなんだけど、何のチェーンもないんだけど、あれ揺れろ魂のペンデラム、天空にかけ光のワーク、ペンデラム召喚、現れろ俺様のモンスターたちよ。うおはいはい、一回割りに、一旦割りに行くか、割りに行こう。割ってモンスターを増やしに行った方が強いと思われる。で魔王の降臨でメローマドンナを破壊、さらにカードを破壊しない。そして破壊されたことによりメローマドンナの効果、メローマドンナは、魔界大本が発動するとデッキから魔界劇団モンスターを特殊召喚できるぜ。そしてホープの効果打点をアップ、そしてホープの効果打点をアップ、よし行くしかねえ。行けお前ら。うわー痛え痛え。いやちょその4枚なんすかね、資料ゾーマ採用率のクソ低いカードを発動しやがって。これ資料ゾーマってこれしぐれ投げたらいけんか、これしぐれ投げたらなんか効果無効になる。どうせ使わなそうやつに投げるか。なんかあのデッキ絶対使わないだろこのカード。資料ゾーマの効果は無効にし攻撃を続けていく。資料ゾーマで相手のモンスターにアタック、よし、えっ食らうの俺も、いや俺も食らうんかい、それちょそれその後の3枚が何でもないゴミみたいなカードであることを祈るぞ。いてーいてー、殴りたくねー、殴りたくない、でも行くしかない、どれ、うわー。頼むコナミ、魔界劇団に伏せカードを割るカードくれ。